さあやってまいりました。本日も動画のお時間でございます。こんばんは、みなりゅうです。それでは本日はまた読書の動画を撮っていきたいと思います。はい、本日ご紹介いたしますのはこちらでございますね。古川誠さんの聖鷹泡立ち層と、こちらですね、今年に入りまして第162回芥川賞受賞作ということで、まあ、あの書店で目にした方もいらっしゃるでしょう。まあ、基本的に俺純文学ってその、まあ、動画にも上げてますけど川端康成だったりとかはなんかこう惹かれるんですよね。純文学っていう、まあ、その言葉の響きもそうだし、なんかこう理解できたら読書をする人間として一つこうステップアップできたんじゃないかみたいな、なんかそう思う節があって結構ね惹かれて買っちゃいはするんですけれども、なかなかね難しかったりするわけなんですよ。やっぱ純文学の世界って奥が深いというか。で、まあ、今回のこの古川誠さんの聖鷹泡立ち層なんで読んでみようか思ったかというと、実はねこの古川さん出身が福岡の方なんですよ。今も福岡に住んでらっしゃるのかは不明ですけれども、っていうのがあって、福岡の人が撮ったんだと思って、まあ、それで興味が湧いて、もうちょっとね玉砕覚悟で読んでみたんですけれども、まあなんとか読み終えましたのでご紹介していきたいと思います。では内容について軽く述べていきますね。こちらもですね、今回読んでた時に書いたノートがあるのでちょいと画像を出してみようと思います。はい、まあ基本はですね、もうこの今出てる画像の、まあ、人物相関図というかを覚えてというか、まあ、頭の中に入れておいてもらえれば、まあ、大丈夫かなっていう感じですね。ある一家というか、まあ、お母さんと娘がこうお母さん方の実家にこう車で向かってるっていうところからスタートするんですよね。でその実家っていうのが、まあ、島なんですよね。島に実家というかがあってめちゃんこ古い納屋があると。でそこの納屋の周りにもうめっちゃ草がボー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 ってもう茂ってるから、こう掃除しに行くぞみたいな感じで行くんですよね。でストーリーっていうストーリーはなんか特にはないんですよ。もう根本としてあるストーリーは草を刈りに行くっていうのみなんですけど、その現代の草刈りサイドと、あとその同じ場所で昔にあった出来事、過去サイド、現在サイド、過去サイドがこう交互にこう配置されてるんですよね。でやっぱりこの作品は行間を読めないと結構きついんじゃないかなと思ったんですよね。でも現在サイドは割と普通に読めるんです。問題は過去サイドなんですよね。もう過去サイドで、まあ、分かりやすい話もあったんですけど、ちょっとねもう俺はだいぶ頭をこう悩ませながら、これは今誰が何をしてるの、みたいな感じで結構ね頭を使ったんですよね。うん、
なので、まあやっぱりその普段から純文学に慣れ親しんでる方からすれば、まあ、読みやすいのかな、どうなのかちょっとわからないんですけれども、うん、まあでもやっぱりさらっと読めるような作品ではないと思いますね。でね、あの純文学という、まあ、そのジャンルに関して、あの俺の知り合いでですね、まあ、ものすごくその、まあ、小説、まあ、いわゆる読み物ですよね、読み物に関しての知識がものすごい豊富な方がいるんですけれども、まあ、その方曰く純文学とは訳がわからないものだとおっしゃってたんですよね。なのでまあそうですね、まあその方がそれをプラスの意味で言ったのかマイナスの意味で言ったのか、まあおそらくプラスの意味で言われたんだと思うんですけれども、まあなのでこう、まあ訳は分かんないことはないんですけど、ちゃんと話としては理解できるんですけどね、うん、なのでまあそうですよね、なんて言えばいいんでしょうかね、やっぱり慣れが必要ですね、詰まるところはそれですね、うん、なのでこう文体だったりとか、うん、っていうのを楽しめる方はきっと楽しめるんだろうなと思いましたね。ちょっとね、俺はまだ純文学に関しては本当にビギナーもビギナーなので、うん、夏目漱石とかを純文学、夏目漱石って純文学になるんですかね、なんかよくわかんないけど、でも俺夏目漱石は普通に楽しんで読めるんですけどね。まあ、また純文学のその定義っていうか、純文学こうあったら純文学、こうあると純文学ではないみたいな、なんかそういうのもまあ よくわかんないから何とも言えないんですけど、うん、まあでも好きな方はね、ぜひとも読んでみてもらえたらいいんじゃないかなと思いました。これはあくまで個人的になんですけれども、この作品は何を伝えたかったのか、何が一番言いたかったことなのかなってこう考えた時に、まあその家族の歴史ってずっと続くじゃないですかね、基本的にはずっと続いていって、でそれと同じだけこう時間が経つにつれて、その生い茂る雑草っていうのも買ったとしてもまたうーんって伸びてくるじゃないですか。だからなんかこう雑草も家族も一緒だねみたいな、なんか違うのかな、言い方めっちゃ下手だから伝わんないかもしれないけど、まあ、何かそのそういう部分に、ね、時が流れても不変だよっていうのを言いたいのかななんて思いはしたんですけどね。まあ、きっと純文学にお詳しい方だったら、いやお前それは違うぞと、とんでもない見当外れな考え方をしてるぞと言われるかもしれませんが、まあまあ個人的にはそうなのかな、うん、って思ったので、はい、そんな感じです。はい、とまあなんか危なげながらも紹介してきましたが、どうだったでしょうかね。昨日の動画でですね、2月に読んだ本が昨日の時点であと2冊あるって言ってたんですけど、ごめんなさい、俺嘘つきましたね、3冊ありました。その清高泡立ち草と三島由紀夫の午後の栄光っていう作品と、もう1個こちらがありましたね、花田七菜子さんの出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本を勧めまくった1年間のことっていうね、超絶長いこのタイトル、そう、これも読んでたので、まあ今日は清高泡立ち草を紹介したので、明日今の花田さんの本を紹介して、で明後日、三島の本を紹介して、しあさって待望の2月の月間 MVP を発表していこうかなと
思っております。まあ、今現時点ではまだどれにするかって決めてないんですよ。悩んでる途中なんですけれども、しあさってまでにはねきっかり決めて発表していきたいと思います。何気にねやっぱりあの先月のMVP のあのねクジラは歌を歌うも MVP に選ばれたからなのかどうかわかんないですけど、やっぱ他の読書の動画と比べるとちょっとだけね再生数多いんですよ。なんでまあやっぱりねこんなド素人オブド素人の選ぶ月間 MVP でも注目して見てもらえてるのかななんて思ったりなんかしてるので、はい、まあ楽しみにしてみてください。というわけで、また明日。バイバイ。